はい、バラの18号です。グッディトゥルです。福井環奈です。藤井萌史です。村山重沙です。はい、ということで、はい、はい、集まりましたね。いやね、すごい、多い愉快な仲間たちが集まりましたよ。今日は何するかと言いますと、グッディトゥル君がなんかしたいことがあるみたいで。そうです、はい、マジで。ちょっと怒りをね、怒ってる、怒ってる、はい、怒ってはないんですけども、怒ってるのか、怒ってるのか。ちょっとね、僕ちょっと彼女と別れてしまいまして。そうやな、別れたね。何年付き合った？4年半付き合った彼女を5年半とね、別れてしまいまして、もうちょっと彼女も欲しいんですよ。もうはい、でこの場をお借りして、見てる方、YouTube を使って、YouTube を使ってちょっとアピールしたいなと思いまして、いいんじゃない？グッディのいいところ、そうです。見てもらいたいと、はい、僕がすごいんだぞと、俺かっこいいんだぞっていうところね。おお。いや、違う。すげえ言われてる。ないって言われてる。ちょ黙ってください。おお。いつもはやっぱこのね、ベタレーな、なんか弱々しいグッディちゃんでございますけども、今日は違う、今日は違うんだ。グッディかっこいいとこあるんで、ちょっと皆様と対決をしたい。対決、一人ずつ対決していくと。そういうわけでございます。ほんでかっこいいとこ見せると。そう、そうしたらみんなね、キャーかっこいいグッディさんとかコメントも、はい、グッディさんかっこいいってコメントがいっぱい来ると。はい、来るぞ。でそっから彼女を見つけると。そうです。ゲスい、はい、もう見つかる発想が。これ聞いたらな、これ聞いたらちょっと、まあ、兄さん編集次第で、ね、おい、おい、畑頑張らなあかんの。じゃあまず一人目、おう、カンナちゃん。何何、女子から。お前ね、しかも女子から。女子から。言われるの怖いね。大丈夫大丈夫、ちゃんと考えてる。はい、うん、さすがにね、さすがに女の子なんで、うん、まあ、ちょっとやっぱ戦うとかダメなんで、うん、いや戦っても負けんねんな。腕力でも負けるねん。絵心対決。絵心対決で勝負。絵を描いて、どっちがうまいか。なるほどなるほど。はい、ペンもありますんで、はい、なんか書きましょう。確かに、ブーは開けとけと。確かに、分かってるから。ありがとう、はい、はい、ありがとう。だから決めてください。そう、僕が考えたら、僕が得意なやつやってしまうので。あ、なるほど。トラッキー。おお、トラッキー。これは絶対なんか乗り潰してるやん。雑な音聞こえてない。ちょっと太ってなかったっけ。太ってはいないな。年々ない。太ってバク転はできない。できました。おおよ、できましたー。俺のトラッキーはこいつだー。うわー、怖い怖い。気持ち悪い、気持ち悪い、気持ち悪い。怖いでしょ。今やばい、怖い。人殺すトラやん。目がドラクエ2のドラクエ2のやつだね。こっちは見てから言うてくれますよね。まあまあまあな、行きますか。行けるか。せーの、ドン。可愛いでしょ。はい、行きます。名前書いてる時点でちょっと自信ないからね。せーのでさ、ほか、せーので。そうですね、うん、はい、よう見てください、よう見てくださいね。あんまりようは見たくない。よう見てください。せーの、やったー。いや、やっぱ可愛らしさはあるからね。そうそう、可愛らしさはあるから。可愛くないからやっぱ当たるから。ドラベツの目に勝った。ドラベツじゃないから。一応俺かぼか。そこちょっと書いて。え、たくさん絵描くの。まず、半身帽をかぶらんとダメでしょ。あー、まず、髭も。こんなんでしょ。あー、上手。こんなんでしょ、トラッキー。まあ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 、いやいや、これ、いやいや、これなの。いや、私買っちゃいました、これ、心対決。わかった、じゃあ、グッディの得意なやついこう。お、ジャビットくん。ジャビットくん、巨人ファン。これはね、うまいから。また言われるから、ジャビットくん。また言われるから、巨人ファンって。え、どんな顔してたっけ、ジャビットくん。まず、何の動物かからで。そう、それは分かる。でも、分かる。茶色かったような気がする。茶色。茶色ではない。ジャビットくん、茶色じゃなかったっけ。茶色ではない、そういう球団ではないな。オレンジか、オレンジだ。まあ、はい、できました。早いな。早いな。オッケーです、大丈夫です。はい、行きましょう。せーの、ジャビットくんです。うわ、怖っ。うわうわうわえ、うわ怖
顔が。あ、なるほど。新しい。いや、物持ってておかしくない。アメリカのね、夢でいる。でもこのホームベースみたいなのが、ジャミット君の特徴だったから。そんなことだったっけな。いでよ、ジャフィット。ガー。え、一緒だよ。せーので、あやばい、もうやばい、耳がね、耳がね、つなげやから、たぶん顔 G になってるからね、顔が G の形。そうなの、顔が G か。読売ジャイアンツの帽子が G っていうことはないからね。YG やから、読売ジャイアンツの感じで。あー、そうだった、そうだった。だいたい、だいたい、だいたいこんなんやと思う。ロックマンのボスキャラじゃないですか。そうやけど。追いかけ対決、はい、福井カンナさんの勝利。計算通りです。計算通り、負けてあげるんす。あ、さあ、その女性に優しいことか、それも見せんねんな。そうや、なるほど。ジャミット君かけるもんな。うん、かけそらかけるもんな。てか、中の人やもんな。そうだよ、ちっちゃい。対戦相手、対戦相手、藤井さん、ほら、あなただ。お笑い対決。マジで？シンプルに。ってことは、藤井よりか面白いと思ってるってこと？はい。腹立つな。面白い男は持ってるって言うから。確かに。藤井にやったらお笑いで勝てるってことだね。言うそういうことだね。どうすんねん。ここでぶっちゃけ言います。俺勝ってます。あ、おお。大喜利勝負で。おお。むずいぞ。大丈夫か？のび太がドン引き、ドラえもんが出した道具は？のび太がドン引き、ドラえもんが出した道具は？全然皆さんあるんやったら、なんか軽く、なんか、いや、それ、ヒントにするやろ。ヒントにするか、そのまま言うか。藤井くん、言ってもらおう。じゃあ、いいっすか。のび太がドン引き、ドラえもんが出した道具は？赤いやつ！赤いやつ！赤いやつ！はい、OKです。のび太がドン引き、ドラえもんが出した道具とは？ドラミちゃんの目。くり抜いてきた。うん、ドロードローやな。アホアホ高等学校の一番最初に来る校則は、校則を一つ教えてください。うん、一番最初だから、まあその学校の校風みたいな。そうだね、大事なところ。はい、カカカカカナちゃん、はい。服を着る。あ、なぜで裸で着る。確かにな、それ高速にないと裸で着てまうから。みんな裸で着る。レベル低い。レベル低い。アホアホ高等学校の高速、一番最初に来るのは？学校には来る。なるほど。来ないの？基本的に来ないの？言わなくてもいいんだよね。アホアホ高等学校の高速。え、僕ですか？してきてないね。ほぼ実際にアホアホ高等学校いてた可能性がある。いてないわ。はい、行きます。アホアホ高等学校の校則、一番最初に来るのは？鼻毛は30センチまで出してよい。鼻毛ちゃんとしゃべるね。10点ビハインドで藤川を出さない。なるほど。3点以内じゃないとセーフつかないのに、阪神も絡めてくる。カナちゃんの良かったよ。一番良かった。一番良かったかもしれない。カナちゃんが勝ちでいいんちゃうこれ。グッティバンド決めて。はい、最後いきます。はい、アホアホ高等学校の校則、一番最初に来るのは？だよーんって言ってもよい。だよーんって。そうだよーん。もうそのペンの細さが自信の表れ。自信のなさの表れに。細っ。細っ。だよーんですよ。細い、自信ないからやな。ジャッジしますか？せーので刺すか？刺しますか？せーので。G。
ね、視聴者の方かもしれない。かわいいとか、ダヨンかわいいとか言ってた。ダヨンかわいい。それはあるかもしれない。なるほど、なるほど。言い方かわいいとか言ってるかもしれない。次の。次の。